皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。どうも、今更なんですけどね、 CP プラス2022、どうもありがとうございました。ニコンさん、ビクセンさん、サイトロンジャパンさんで出演させていただいて、それぞれの動画が、各社の YouTube チャンネルで見れるようになってます。でこの出演情報についてはいろいろ私ブログで書きました。この動画こういう風に作ったよとか、なんかその時の気持ちをちょっとしたためてますね。そちらのブログ概要欄にリンク先貼っときます。そちらもぜひ見てください。それでは今日の本題ですが、ニコンオンラインステージに出演させていただいた際にですね、その動画の中でいろいろその ZFC を使ってね、こういう風に旅の記録をしていくとタイムラプスを入れるといいですよみたいな話をしたんですよ。でその中で、朝方のホーリーグレールを撮影するときにカメラを設置したら、まあ、1回寝て、で撮影するタイミングで1回起きてスイッチオンするといいですよ、撮影開始するといいですよみたいなことを言ったんですよね。でそしたらですね、私が以前からお世話になっている元ニコンの写真家山野さんからですね連絡がありまして、まあ成沢さん見ましたよと、素晴らしい出来ですねと褒めてくださった後にですね、知ってると思いますけどニコンのカメラって撮影予約できますよって言われたんですよ。え？マジですか？っていう感じだったんですが、本当にそれできたんですね。いやだから知らなくてすいませんでしたっていうのと、その設定について今日はお話ししたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、それではこちらに、このカメラの液晶画面をですね映しておきます。はい、でメニューボタンからですね、マイメニューじゃなくてみんなと同じところから行こうかな。静止画撮影メニューのところをこう進んでいくとインターバルタイマー撮影というのがあります。はい、今レンズつけないんでグレーアウトしてる項目が多いのは気にしないでくださいね。でここからまあいろいろな設定ができるようになっています。この辺は私みっちりその、CB プラスの動画で、説明してるんですけども、この撮影開始時の設定の先ですねに即時と日時指定ってあるんですよ。これかと、これのことを言ってたんだなって感じなんですけど、実際ここのままこのまま進んでみるとこれすごいですね。撮影開始日でもう設定できて、一応右下にねこの終了日時って出てますけど、いつスタートしていつ終わるのかっていうのがこれ出るようになってまして、で時間もここで調整できると。例えばね明日の3時半とかにね撮影をスタートするとして、今これ1000枚撮影する設定になってるんですけど、そうすると6時51分終わりますよというふうになってて、でこれで撮影開始をすれば撮影準備中となって、まあ、このままカメラを放置しておけば時間が来れば撮影がスタートするっていう感じみたいです。でこの予約設定をするとここのランプがねずっとこう、ここのランプがねこうずっとついてる感じになってますね。はい、これ実際インターバルタイマー、実はこれインターバル撮影スタートした時もこういう風にランプがつくんですけど、撮影開始時間が来るまでこういう風にランプがついてるみたいなので、あ、ちゃんと予約されてるんだなみたいな感じでこれで確認ができると思います。あとはまあ星空の撮影とか朝方の撮影になりますので、ベランダとか窓とかに置いておいて外に出すようであればそのレンズヒーターを巻いてずっと置いておけば良いと。だから途中で起きる必要がないってことですね。この予約撮影をすればずっと寝ててくれて構いませんということで、 CP プラスで私がお伝えしたことにはちょっと情報が足りなかったということになります。ニコンさん知らなくて大変申し訳ございませんでした。せっかく使っていただいたのに申し訳ございません。
いやすごいですね。いやなんか私、まあ、そのなんていうかちゃんと分かってないだけなんですけど、こんだけ使っててもまだ新しいこと出てくるんだってちょっと思いました。なんかニコンさん、タイムラプス撮影っていうものに対してどんだけ優しいんだろうっていうか、ここまで機能充実してるメーカーってないんですよね、私が使った限りですけど。で実際この機能ですね、私もっと早く知りたかったなって正直思ってて、実際あるんですよね。例えばあの車を止めて10分15分ぐらい歩いたところでカメラを設置しますと。でそこから朝方のホーリーグレードを撮りたいっていう時に絶対誰も来ないっていう場所があったとして、でそこにカメラを設置してね、自分は車に戻って寝てたいっていう時ってあるんですよ。で今まではどうしたかというと、やっぱりカメラにずっと張り付いてて、カメラの近くでこうウトウトしたりとか、カメラの近くにまあテント張ったりとかね、そういう感じでやっぱりカメラから離れることはできなかったんですよ。ただこれがあれば、まあ、そういう環境の場所であればね、カメラを設置してもうそのタイマー設定というか日時撮影設定をしておいて、車に戻って寝て、で朝方そろそろ撮影終わったかなと思ったら明るくなってからカメラを撮りに行けばいいっていうことで、めちゃめちゃその体に負担がかけなくて済むっていうのができるんですよね。あとはやっぱりいろんな機材を使っていく中で、あそろそろ設定しなきゃあたふたみたいな時あるんですよ。でも先にこれ設置して置いといて、まあ、レンズが曇らないようにね、レンズヒーターだけ巻いておけば、その時間になったら、まあ、撮影開始になると。あとは USB 給電とかあのバッテリー関係ですよね。そのカプラーで充電し続けたりとか、 USB 給電機能ついてるやつは USB 給電して電池が切れないようにしておけば、その時間になったら撮影がスタートするんで、いやいやこれはねすごい便利な機能ですよ。今までの撮影でも使えるシーンいっぱいあったので、マジでもっと早く知りたかったっていうか、本当にニコンさん知らなくて申し訳ございませんでした。はい、ということで今日はですね、この、CB プラス2022ニコンオンラインステージのセミナー内容のフォロー動画になります。皆さんもZ ユーザーの方はね、この日時指定の項目、設定項目をぜひご活用ください。はい。それでは今日はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。